こんばんは、日常演舞です。本日はセブンイレブンとローソンで買った商品いろいろ食べてね。今こうやってまったり食べていくっていうのも悪くはないですね。どこか気持ちが落ち着くというか、心が安らぐというかっていうと大げさかもしれませんけど、パクパクと食べ進めることができる程よい大きさの商品が揃っていて美味しい。クリームはひんやりとした冷たさや、プルンのわらび餅も今の時期は特に合いますね。いろいろ食べてみたいけど、最近いろいろ出費が多くて、なかなか一気に買うのは、去年に夏で食欲が落ちてるのかって何の話をしてるんだ自分は。そんな暗い話をする場じゃないだろ、ここは。何が一番美味しかったかは、この後すぐにレビューしちゃう。それでは、引き続き、どうぞ。ごちそうさまでした。最初に食べた醤油まぶしご飯紅鮭は、鮭のほぐれた身から感じる旨味と外側のご飯の食感がとても相性が良くて美味しかったです。ホロホロと崩れていくのが良かったですね。ただ醤油の味はあまり感じられなかったので、ちょっと足りない部分もあるのは残念だ。次に食べた品のうどんわらび餅、つるーんとしていて口の中にスッと入っていくんですけど、結構もっちりとした弾力があって、ぶどうのほのかな甘さも感じられてよかった。そういう風に食べた。クリームは結構ずしっと中に入っていて、見た目薄いんですよ。結構重さがあるんです。分身ぐらい重かった気がしな。口の中で食べると一気にブワッと広がってきて、ミルク感を口の中に広げてくれて美味しい。でハーゲンダッツバニラはまったりとした味わいがどこか安心できる美味しさでした。やっぱり高級アイスとは違いますが、今回食べた中だとちょっと違うお店のやつが混じってるので一概に測れないんですが、ローソンのもちぷよがシュワッと広がるクリームの味が一番好みで美味しかったので、代表として4点とさせて、違うミルクフーリンの後悔するかな。この夏は暑さ対策をしてなかったのを今になって後悔しています。というわけで本日はローソンとセブンイレブンの商品4品を食べてみた動画でした。あなたは何か気になりましたか？もし気になったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。終焉。